はい、じゃあ今日はドリブルの練習やっていきます。今日はね、4つのマーカーを使ってやるドリブルです。で、いつもとちょっと規則が違う、不規則な動きをやるドリブルになってるから、よく見て覚えてください。はい、じゃあ最初はダブルタッチです。マーカーの一番最初で、ダブルタッチ、そして次もダブルタッチ、で次アウトサイド1回挟んでダブルタッチ、ダブルタッチ、これを早くやっていきます。ちょっとやってみます。ダブルタッチ、ダブルタッチ、アウト、ダブルタッチ、ダブルタッチ、こんな感じです。いいですね。はい、じゃあみんなもやりましょう。やっていきます。最初のダブルタッチね、そうそうそう、あ、ライトうまい。OK、ライトうまい。さあ、リツキどうかな、リツキどうかな大丈夫か、そこ通んねんだぞ。そう、OK。 さあ、あとリツキだけか違うよ、リツキ足反対だぞ。 K 君合ってる、深夜も一応合ってる。はい、じゃあ次のドリブルちょっと解説していきます。まずはダブルタッチで、右足アウト、イン、そして左アウト、イン、イン、左アウト、イン、このリズムでいきたいと思います。いいですね。もう一回いきます。ダブルタッチ、アウト、イン、アウト、イン、イン、アウト、イン、ちょっと早くやりますね。ちょっと早くやると、ダブルタッチ、アウト、イン、アウト、イン、イン、アウト、こんな感じです。じゃあ皆さんもやりましょう。はいよー。 OK、 完璧。 OK、 完璧。OK、 いいね。はい、今度こっち。さあ、いけるか。 OK、 ケン君合格。なんかちょっと分かんなかった最後はいよ。あー、最後だけだ。最後左のアウトね、惜しかったぞ。最後左のアウト、そう、ライト OK。 アウト、イン、イン、アウト、イン、 OK、 リツキ完璧。いいよ。 OK、 いいよ。オッケー、ケイ君もいいね。わお、わお、わお、オッケー。はい、じゃあ今度はインロールとアウトロールを、混ぜたやつをやっていきたいと思います。最初インロールです。インロールってわかるよね、こうやってコロッて転がして反対の足を。アウトロールは軸足をジャンプさせてアウトサイドからぐるっと回すっていうイメージです。じゃあこれやりますね。インロール、アウトロール、で反対の足でアウトサイド、インロール、アウトロール、この流れです。ですね。ちょっともう一回やりますよ、ね、ゆっくりやるからね。まず右足インロール、また右足でアウトロール、左のアウトサイド、インロール、アウトロール。じゃあこれちょっと早くやっていくね。いくよ。インロール、アウトロール、アウト、インロール、アウトロール、こんな感じです。はい、じゃあみんなもやっていこう。そう、あ、逆の足のアウトだな、惜しい。そう、あ、ケン君 OK。 そうそうそう、大抜き今ので合ってる。そう、あ、シュン OK。 さあ、大地はどうかな。そう、あ、大地も OK。 はい、お、これだけが素早い動きです。アウト、アウト、アウトサイド、インロール、アウトロール、あと一投。はいよ。 OK、 はい、ゆき、インロール、アウトロール、アウトサイド、インロール、アウトロール、 OK。 はいよ、ライト、イ
インロール、アウトロール、アウト。おー、ライト完璧。あー、よーい、スタート。さあ、リスケはできるのか。おっと、もう一回チャンス欲しいか。よし、もう一回。よーい、スタート。そう、そう、そうです。はいよ。さあ、松浦はできるかな。いいね、オッケー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 。はいよ、オッケー。はい、じゃあ次はアウトロールからインロールに持っていくっていうような流れです。まずはちょっとゆっくりやっていきます。アウトロール、で次インロール、インアウト、そしたら反対のアウトロール、インロール。もう一回いきますね。アウトロール、インロール、インアウト、アウトロール、インロール、イン。ちょっと僕が難しいけど、要はここジグザグじゃなくて W みたいに進んでいくっていうような流れです。じゃあみんなもやっていきましょう。アウコーン行きます。はい、よーい、ドン。アウト、左アウトロール、インロール、オッケー。はい、次アウトロール、インロール、インアウト、左ここが詰まっちゃうね、難しいね。アウトロール、イン、あー、オッケー。おお、大抜きできてるね。オッケー、ロール、イン、ロール、イン、アウト、オッケー。大抜きうまいね。お、いいぞ。あ、なんか最後違うことやったね。はい、違う、最後左だから。あ、ちょっと違うか。やりだ。そう、おー、できた、すげえ。はいよ。そう、あ、惜しい。そう、いいね。難しいけど頭使って練習にはなるよ。いいよ、リベンジか。お、はい、じゃあ次は3つの連続技です。後ろ通し、アウトロール、ダブルタッチ。ちょっとやっていきます。後ろ通し、アウトロール、ダブルタッチ、でアウト、アウト、反対回し、後ろ通し、アウトロール、ダブルタッチ。この流れです。ちょっともう一回いきますね。最初マーカーの1個間からいきます。後ろ通し、アウトロール、ダブルタッチ、アウト、アウト、後ろ通し、アウトロール、ダブルタッチ。これをちょっと早くやるとこんな感じです。ちょっと練習していきましょう。それじゃあみんなもいきます。はい、よーい、スタート。アウト、アウト、オッケー。アウト、アウト、頑張れ、頑張れ。はい、次アウト、アウト、うまい、うまい、オッケー。慌てない、慌てない。はいよ、アウト、アウト。ちょっとマーカー破壊してるぞ。はい、いきます、よーい、スタート。アウト、アウト、そうそうそう、オッケー。はい、次、オッケー。はい、次、はい、よーい、ドン。そう、そう、オッケー、うまい。はい、次、アウト、そう、オッケー。次、いや、みんな上手くなったな、本当に。はい、次、アウト、アウト、オッケー。はい、じゃあ今度はアウトロール、ダブルタッチの組み合わせです。ちょっとやっていきます。マーカーの手前でアウトロール、ダブルタッチ、次反対の足、そのまま同じ足、最後反対の足。ちょっと流れ早くやってみますね。
ダブルタッチ、アウトロール、ダブルタッチ、アウトロール、ダブルタッチ、アウトロール、ダブルタッチ、反対のアウトロール、ダブルタッチです。はい、じゃあみんなもやっていきましょう。はい、よーい、ドン。アウトロール、ダブルタッチ、アウトロール、ダブルタッチ、アウトロール、ダブルタッチ。おー、オッケー、オッケー。いいよー。いいねー。あ、いいねー。いいねー。あー、簡単ですね、これは。いいよー。そう。おー、もう、難しいのやった俺らにとっては、もうこれは簡単な方かもね。よーい、スタート。OK。OK。OK。はいよー。OK。わかったか？いけるか？頑張れ。そう。そう、そう、そう。はい、じゃあ今度はアウトロールダブルタッチの、やり方が2種類違うやつ入ります。アウトロールダブルタッチって同じ方向行くのと、アウトロールダブルタッチって逆方向に行くのが2つ入るんで、かなりややこしいです。ちょっと解説します。最初はアウトロール反対方向ダブルタッチ、アウト、イン、アウト、そしてアウトロール、ダブルタッチ、アウト、イン。2回目はこう、そのままの流れです。ちょっともう一回やりますね。アウトロール反対ダブルタッチ、アウト、イン、アウト、アウトロールダブルタッチ、アウト、イン。これちょっと早くやっていきますね。早くやるとアウトロールダブルタッチ、よーい、スタート。いいね。最後ごまかした、もしかして、最後ごまかした8割できてる。こっちちょっと2回目取ってます。惜しい。みんな8割はできてる。カットカットカット。ちょっとなんか迷子になってるぞ。はいよ、抜き。そう、ちょっと迷子になってんな。はいよ。そう、ちょっと迷子になってんな。はいよ。アウトロールが抜けてるぞ。ダブルタッチの方向も違う。アウトロールダブルタッチ、イン、アウト、ダウトロール。あ、オッケーオッケー、これ完璧。さあ、リツキはどうだ。なんか違うような。はい、じゃあ今日はね、ドリブルをやっていきました。で、いつもはジグザグとかもかなり規則的に練習してると思うんだけど、これ W 型だから結構難しかったんじゃないかなと思います。で、右足と左足のインロール、アウトロールが、両方やることになるんで、結構ね、頭こんがらがる練習ではありますが、これをマスターしたらだいぶ上手くなるんじゃないかなと思うので、引き続き練習していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。